どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目を見られた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。おはようございます。先ほど司会者の方が言われましたけれども、今週ですね、水曜日の日ですね、秋元牧師がですね、来てくださって、長崎カリスマ聖会がこの場所で持たれます。夕方の6時15分から、たまもののセミナーがあって、で7時から、聖会があります。で、以前から素晴らしかったんだけど、最近ですね、非常に臨在が強くなってきてるんですね。で毎回非常に、語りかけがある、かつすごく恵まれる集会になっていますので、ぜひね、皆さんいろんな予定があるでしょうけれども、おいでになってほしいと思います。どうしてもこの場に来れない方はオンラインがありますので、ぜひオンラインで見てほしいと思いますし、また家族や友人をね、この機会に誘ってほしいなというふうに思います。それともう一つはですね、その今まで最近すごく油注ぎがあって集会祝福されているんですが、主の十字架の新年度になって初めて、イスラエルチームから帰って、初めての聖会ですので、先週、先々週、ルツ前田さんが来てくださって、礼拝とか聖会で証しをしてくださって、非常に祝福されましたけれども、その中にイスラエルの証しもあったと思うんですけど、それとともに今度は秋元牧師ご自身が来られてですね、話してくださるので、特別な神様の語りかけとか、その新年度における恵みというのがあると思いますので、ぜひですね、主に期待をして集まってほしいなというふうに思います。あと前田さんがですね、東京の方に戻ってかれまして、1月に、カンボジアに帰られるんですけれども、ぜひ東京で1ヶ月ちょっとかないらっしゃいますので、覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。カンボジアでね、今かつてここにいました塩子さん、今井塩子さんが帰りに行ってますけれども、やはり子供っていうのは熱を出したりとかいろんなことがしょっちゅう起こりますので、ぜひね、覚えて祈っておいてほしいというふうに思います。月曜日の日にですね、月曜礼拝で予定ではなかったんですが、証しをしてもらったら、かなり自由になって、ちょっと今までと違う証しをしてくださって、すごくそれも良かったんですね。それとともにコンサートはとっても祝福されたんですけども、その後ですね、子たちがなんか前田さんを囲んでですね、まるで打楽みたいにですね、お菓子を食べながらなんかいろいろ質問をして、それがすごくなんか祝福されたようでですね、なんかすごく良い時を持ったようであります。で、だから今度3月ぐらいに、3月の上旬あたりにおそらく、予定、まだ決定ではないですけど、おそらく3月の上旬あたりにカンボジアにチームを使わせたいなと願っていますので、行ってみたいなと思っている方は一応ね、そのつもりでどうしても、ね、3月の上旬頃を予定しています。まだ決定じゃないですよ、ね、でもそれぐらいは考えてますのでね、ぜひね、行かれる方は行ってほしいと思います。さて、それではですね、聖書の方に今日は入っていきたいんですけど、今日の御言葉は、クリスチャンの方がよく知っている御言葉です。もう一回言いますね、ヨハネの15章16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私を何よって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様が弟子たちに語った御言葉で、先ほども言いましたが、これはよくですね、牧師の安心の時とか、宣教師の任命の時に、この御言葉はよく聞かれますし、もう一つは結婚式なんかによくね、ここが読まれたりすることもあります。で、献身者の結婚式の時ですね、よく読まれたりしますけども、それで有名な御言葉なんですけども、今日は3つのことをここからお話ししたいと思ってるんですね。で、1つ目はですね、選びということですね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと、神様が、イエス様が私たちを選んでくださったということなんですね。で、選びということを考えた時に、チョイスですね、選択、選び、選択ですね、チョイス、ね、選択というとすぐ、ね、クリーニングを考えちゃいますけども、チョイス、選びですね。で、選びって言った時に、2つあると思うんですね。自分で選ぶことと自分で選べないことってのがあると思うんですね。で、例えば、男性に生まれるか女性に選べるか、ね、選んできた人いないでしょう、ね、気がついたら男性だった女性だったってことでしょうし、どのお家に生まれるかも選べなかったわけですね。日本人に生まれたかったかね、今日は今後の人もフィリピンの人もだからベトナムの方もいらっしゃいますけれども、ね、その自分がどこに生まれたかってことは選べなかったわけですね。またその私のうちだったうち木原家に生まれるかね、あるいは他のところに生まれるか選べなかったわけですよね。これはもう生まれてみたら男性で、私だったら男性で木原家で、私生まれ大阪で大阪で、
で、クリスチャンの家庭でだったわけですよね。で、これは選べない選択ですね。その選べない選択に関しては、神様がそこに選んでくださったんだっていうことを受け取った人は、すごい祝福を受けるんです。でも、選べなかった選びに文句を言ってる人ね、例えば、私がね、ああ、女性生まれたかったなってね、女性の方が良かったのにってね、ああ、もう木原家じゃなくてね、あの何しましょうかね、石田家が良かった。ね、石田家に生まれればね、もっとバスが詳しくなれたのにとかね、あれですね、ね、なんかこう、ね、そうやって思ってると、せっかく木原家に生まれて、男に生まれたことの祝福を十分に受けれなくなるんですよね。で、これ選べなかった選択。で、選べない選択に関してはね、でも逆にね、選べなかったんだから、神様はそこに置いてくださったんだっていうのを、ある意味で受け取りやすいんです、逆に。心を冷めてしまう。ありますよね。だって選べなかったんだから、くださったんだって受け取ればいいわけですよね。そしたらその選べなかったことの恵みを受けるんです。これは、神がそこにそう選んでくださったんだから、すごい実は必ず祝福されるんですね。で、もう一つはね、選べる、まあ選べるってこと、語弊があるんですけど、まあ私たちが自分で選んで選ぼうと思う選び。例えば、一番簡単なのは、今日この礼拝終わった後、お昼ご飯を食べる。ね、うどんにするか、そばにするか。ね、オムライスにするか、カレーライスにするか。私のシーンばっか出てますけど、いや、違う、定食にするか、サンドイッチにするかとかね。まあ、選んで自分で、まあ、お金の相談しないといけませんけど、ね、まあ、作ってもらう人はね、まあ、選べないで出てきたものを食べるでしょうけど、まあ、お金で買う場合はですね、選ぶわけでしょ、お店に行っても選ぶわけですよね。でその時こっちが選ぶんですよね。そういう意識ですよね。でクリスチャンになった時もそういう意識でね、私が信じたんだ、この教会を選んだんだって、ね、ここの教会に私がここで選んだんだ、信じたんだっていう意識になる場合があるわけですね。間違いではないんですが、そう思ってる時ってのはちょっとね、ずれるんですね。例えば、私がこの教会を選んだって。ね。まあ、どうしましょうかね。肯定的に言いましょうかね。ね。僕しか素敵だから、たまには肯定的なこと言いましょう。ね。そこで笑いが出るっていうのは何とも言えない気持ちですけど。ね。そしたらね、思うわけで、ね。そう思って、まあ、選んでくださったとかね、思うわけですね。あっとね、ある時ね。僕しか素敵だと思ったのに、とんだ間違いだったわ。ね。何この牧師って思ったらですね、もうやめたってことになるわけですよ。わかりますよね。そうですよね。私が選んだんだ。よく夫婦の結婚式の時私は言うんです。夫が妻を選び、妻が夫を選んだとね。で、まあ、結婚の場合はね、自分が選んでも相手が選んでくれないと結婚できないからね、お互いが選んだんですけども、でもお互いが相手を選んだと思ってると、これ間違いですって言うんです。だってそう思ってると、お互いにね、きっとこう思うとは来るんですよ。間違えたかなって結婚するときはね思ってるんですよね。もう最高の選択をしたって。ところが必ず結婚生活長い中で間違えたかなって思うときが来る。でその時に昔の人はそれでも我慢してお墓まで行ったけど、今の人はさっとやめる。これ違うんですよね。相手が私を選んだんでも私が相手を選んだんでもない。神様が私とこの人を選んだって考えてるかどうかで変わるんです。そしたら何があったとしても神様だから、このことを神様が超えさせてくれるし、このことを通してもっと深く一つになっていけるっていうような発想になるんですね。で実はそれはね、まあ、夫婦が分かりやすいから言ったんだけど、夫婦だけじゃない。神様は皆さんが信じたとき、確かに間違いなく信じたんですよ。で私が帰りの後の帰りに信じられない、あなたが信じたんですよ、決心で。だから言うんです。でもよく言われるんですね、門があってね、門の前にね、信じれば救われるって書いてあってね、信じなさいって書いてあってね、であなたが選びなさいって書いてあってね、よし信じるぞって選んで門を通り過ぎてパッと振り向くとね、門に書いてある、神があなたを選ばれたって書いてあるんですね。どっちも真理なんです。確かに私たちが信じたんだけど、実は神様が選んでくださったんですね。で皆さんは、あ、神が私を選んでくださったって思ってるかどうかなんですよ。すごく大きいんです。神が私を選んでくださったって思ってたら、神が選んでくださったんだから神様が責任を取ってくれるんです。で神が選んでくださったという時に、人間がいる時はね、まあ、例えば分かせば夫婦でもそうですけども、あなたが何でしましょうかね、私の好みに合ってるから選んだわとか ね、そうです、あなたのその声が素敵だからってね、あなたは可愛らしいからってね、まあ、私が妻を選んだ時の理由です ね。そうなるとどうなるかというとね、さっき言ったようにね、声がね潰れて変な声になってね、おかしくなったらですね、選んだ理由がなくなったからさよならってことになるでしょ。
で、神様はね、どういう方か、そうじゃない、神様は私たちをどうであれ神が選びっていうのは、私たちの弱さも欠けも失敗も全部知った上で選んだんですね。神様が私たちはを選んでくださったってことをまず知ってるかどうかなんですよ、ここ。例えばこの教会もね、神様がここに教会に置いてくださったと、今ね、別に一生ここに降りて言ってませんから安心してください。ね、だってね、大学行く人がいたり、ね、就職する人がいたり、結婚する人がいたり、ね、使わされていく人もいるでしょうからね。ね、中には一生ね、共にいる人もいると思います。でも、それはそれぞれで、でも今少なくともここに置かれてるんですよ。それを神様が今私をここに置いてくださった、ここに選んでくださってるって思ってる人は、礼拝が楽しいんです。でも本当は私はね、どこにしましょうかね、まあ、どこでもいい、本当は私はね、ハワイでね、来週12月4日からハワイにチームに帰りますけどね、私本当はハワイでね、暖かいところでね、こうね、こういうふうにやってる方が私は合ってる、本当はハワイに私はいるべきなのにね、ああ長崎に行ってねと思ってるとですね、祝福されないんですよ。礼拝しながらね、ああ本当はハワイなのにね、あ、こんなこういう賛美じゃなくてこういう賛美をしたかったのにとかね、こう思うわけですね。わかりますか。今神様がここに置いてくださって選んでくださってるってね、思ってるとか、それは本当なんですけど、それを受け取った人はそこで祝福が始まるんですね。で、まず一つ目は神が選んでくださったんだっていうことなんですね。で、弟子たちにね、あなたが選んだんじゃないんだ、私が選んだんだよっていうのは私が選んだんだからね、本当に弱さも罪も全部賭けも知って選んだんだから安心しなさいって、選んだ私が責任を持ってあなたを立て上げるし、養うし、導くし、成長させるから大丈夫だよって。しかもこの後使命が来るんですけど、まあ、まずそういうことなんですよね。で、今ここに置いてるのは私だから、ここで祝福するから、ね、信頼しなさいってことなんですね。そして、そうなんですよね、これ家庭でも一緒なんです、ね、職場でもそうです、ね、もちろんね、今の時代仕事はどんどん変えていく時代だと思いますので、ね、間違えた場合はね、方向を変えればいいんですね。でも、その神様が自分を選んでくださったと思ってるかどうかですよね。皆さん大丈夫ですよね。さっきも言ったように選べなかった選択に関してはね、もう受け取るしかないから受け取りやすいけど、自分で選べることに関してはね、なかなかそう思えないことがあるんですね、人ってね。いやー、そうは思えないなってね、仕方がないからここにいるのよってね、別に家庭でも職場でも何でも、でもそう思ってる時と、神がここに置いてくださった、神が選んだんだって、で、将来はこれが終わったら次はどこか行くと、でも今はここに神が選んだんだって思ってる人っていうのは、そこの祝福を受けられるんですね。で、これはすごく大事なところなんですよ。神様に選ばれたって。で、皆さんお互い、長崎教会に今神様が選んで置いてくださってるんです。嫌なんて言わないで。それをしっかり受け止めてくださると、ある方はここから使わされていきます。ね。喜んで送り出しますから。ね、長崎出てから使わされた牧師や宣教師って山ほどいますからね、本当に。で、みんな使わされた人はね、私が言うんですよね、ね、長崎から使わされたらね、もう長崎のことは忘れていい、その行った先で真剣にそこで使えろって言うんでね、でちゃんと言うことを守ってみんな長崎のことを忘れちゃうだけ、ね、でもそれでいいんですけどね、そこで本当に神使えたらいいから。 でも今はここに置かれてるとき、ここで一緒に祝福を得る、神様が置いてくださったんで、お互いね、こうなんて言いましょうかね、ああ本当によかったなと思う時もあるし、人間だからもう嫌だわって思う時もあるんですよ。家族だってそうでしょ。でも本当にいいなと思う時と同時に、嫌だわって思う時があっても、その嫌だわって思うことの中で整えがあったり訓練もあるんですね。で、その本当にその神の選びをまず受け取るってことが大事なんだよね。で、神様はね、私があなた方を選んだ、これ複数言って、あなたが言って、あなた方を選んだんだよって言ったんですよ、弟子たちに向かって。弟子たちってのは弟子たちを選んだんだけど、もうちょっと大きく解釈すれば、その教会しますからね。そこをまず知ってほしいんですよね。そしてその次に何か言ったら、じゃあなぜ選んだか、まあ、もちろん私たちがね、神様が私を愛してくださったから選んだんですけども、選んだ時にね、次があるんです、二つ目。ね、あなた方を選び、あなた方を選び、任命したって書いてあるでしょ。任命ってね。任命、使命を与えて、ね、メールするんですね。で、それをあなた方が行って身を結び、そのあなた方には残るためだってことですね。なんかぐちゃぐちゃして分かりにくいですけど、で、何か言ったら、神が選んだとき、その一人一人に使命があるんです。
使命を。別に宣教師や牧師だけじゃなくて、サラリーマンにも神が導かれたらサラリーマンに使命がある。私は主婦ってすごい使命があると思うんですね。でなんか働いてる人の方が偉いような、ね、今の時代になってきてますけど、働くことは素晴らしいことですよ。でもあの主婦って偉い、本当に神の使命を感じて主婦をしている人がいたら、その家族はすごい祝福されると思うんですよね。妻であることに神の使命を感じて妻をしたらつまらんなんて言わないでください。これはすごいですよ ね。あとそれからあの母親はね、神から与えた使命と思って本当に母親に大きくしてたら子供たちは成長しますよね、うん、でどんな仕事であっても、ね、いいですか、神様からこれは与えられた使命だって思ってその使命を生きてるかどうかで大きいんです。で例外なく一人一人に使命があるんです。これはでその使命をはっきり神様からの使命を受け取ってその使命に生きてるとき、楽だとは言いません、ね、どこに行ったら戦いはあるから。でもその戦いに立ち向かっていく力、その戦いを通して逆にもっと深い神様の愛、神の力を体験できるんです。使命に生きてるかどうかっていうのは。で皆さん、これは私の使命だなって思うのがありますか？人と比較する必要はありませんね。学生もね、神様が私をこの学校に導いてくださった、神様が私をこの学校に今置いてくださってる、これが私の使命と思ってたら、これ使命ってのは大げさだったらね、神がここに導いてるって思ってるかどうかって大きいんですよね。でこの使命を、ね、持ってる人は一点身を結ぶんですね。でもね、神様が導かれた働きや奉仕や場所っていうのはね、必ず身を結ぶんです。でこれからは救いが起こってくれます。そういう時代が変わってきたから。そうでなくてもあなたの存在が人々の祝福になる。あなたが言ったので職場が明るくなったとかね、あなたが言ったので何かこう技が起こったとかね、必ず起こってくる。まあ、ただね、その前に先に問題が出されてから逆転するって場合がどうも多いようですけど、でも必ず起こってくるんですね、使命は。でこの前ね、ルツマイダさんがですね、最後火曜日の日にね、帰ってもらったんですけど、その時酒井牧師、ね、酒井牧師がですね、車で送ってくださった、ちょっと私も妻も用事があって送れなかったんで、酒井牧師が送ってくださったの、空港までね。酒井牧師はね、宣教師になりたかった人ですから、ミッショナリーファーストビューティーって言うんですけども、ね、でそれで和美って言うんでね、ファーストビューティーです、ね、それでなんかいろいろ話をしてますけど、そのホテルが、ね、駅前だったんで、ちょっと西高に寄りたいって言ったんですね、前田さんがね。ちょっといいですかって、時間十分あったら、じゃあいいですよって西高に寄って、今西高工事中なんですね。でもそれで西高に寄って、でちょっと祈ってきたそうですね。で祈ってちょっと、まあ、そんな長くないけど、ちょっとだけど祈ってきて戻ってきたら、ものすごいなんか喜んでてね、ちょっと興奮気味でね、実は私はねってこうやってね、ここで語られたんですよ。ペトロ・バプチスタって26世の中にいるんですけど、リーダーなんですけど、ね、ペトロ・バプチスタ神父を通して、あのことを通して私は宣教師ってはっきり語られたんですって言ったんですね。実は私も言ってたんです。個人をしている中で教会がどうしても必要だって、子どもたちの霊的なカバーのために何度も牧師も兼ねた方がいいかとか牧師になろうかとか思ったけど、どうしてもそれが来ない。でも宣教師って言葉は明確に日本にいるとき言葉をいただいていって、宣教師としての個人の使命ははっきり感じてるんだけど、人間的に牧師をしようかなとかね、牧師をやろうかと思うけど、どうしてもそれに平安が来ないし、来なかったって。で今牧師をしてくれそうな人がちょっと生まれてきているので、私は良かったと思うんですね。でこれは何かって、はっきり宣教師という言葉に対して使命と飯を持ってた。でペトロ・バウチスタの話を、ね、知ってらっしゃると思うけど、ちょっとねしておきます。最近新しい人知らないことが多いから。ペトロ・バウチスタ神父っていうのは26世紀の中のリーダーなんですけど、イスパニア人、今のスペイン人です。で彼はイスパニアからフィリピンに使わされる。でフィリピンに行ってフィリピンで、まあ、やってたんですけど、フィリピンの、まあ、その国の、まあ、偉い人ですねから頼まれて日本に来るんです。フィリピンのなんかいろいろ国交のこと でそのまま日本に留まってフランス国会の、まあ、リーダーだったので日本で選挙を開始するんです、ね、秀吉の許可をもらって。でフランス国会ってのはイエズス会ってのはトップダウンなんですね。ジョージ大学がイエズス会ですけども、つまり頭がいいっていうかトップダウンで、フランス国会ってのはそうじゃなくて、ブラダーさんシスタームでしますかね、フランチェスコでね、本当にこう貧しい人たちのところに入っていくという。だから、京都に貧者の家ってね、貧しい人たちのための家とかね、大病人の家とかを作るんですね。そうやって宣教師さん、そしたら捕まるわけですよ。26世紀のね、まあ、最初22年だけど捕まって、それで京都から長崎まで来させるんですね。でその途中の園木っていうね、大村湾のあたりの園木のところで
休むんです、休憩時間が来て。で休憩してるときに彼は思うんですね。京都に置いてきた貧者の家の人たちは今日はご飯ちゃんと食べてるだろうかって、ね、レイブ院の人たちはちゃんと介護を受けてるだろうかってね、そういうことは気になって仕方がない。で、ね、と思う、ね、今まで秀吉さんはねすごくクリスチャンに良かったのに、もう手のひらを返したのが悪くなったと。どうもこの後迫害が厳しくなりそうだと。せっかくここまでキリスト教を成長してきたのにどうなるんだろうって。その後にね、まだ救われてない人はたくさんいる。その頃すごいリバイバル起こってたけど、まだ救われてなかったね。 10% ぐらいにはなってたけど、まだ救われてない人いたから、ね、どうなるんだろうと思った瞬間ボロボロ泣き出すんですね。で、彼は神父だったから妻や子供はいないけど、スペインの国に自分の両親や兄弟はいるわけですよ。でも彼がいよいよ2月4日、明日殉教するんだ。殉教の前の日、その日の海でこう黙想しながら考えたのは、そのスペイン残してきた両親や兄弟じゃなくて、使わされた国、この日本のね、まだ救われてない人のことを思うと涙が止まらなくなってしまうんですよ。この国はどうなってしまうんだろう、ね、この国はどうなってしまうんだろう。そして救われた人たちは一体これキリスト教を宣教できなくなったらどうなるんだろうとボロボロ泣いちゃうんですね。こういうのをね、ミッショナリースピリットって言うんです。宣教師魂って、そういう話を私よくするんですね。昔したんですね。そして面白いね、そういう話をするとね、大体ね、前田さんとかね、アメリカに行ったフェイスブックスとかですね、もうちょっと群れから出てしまいましたけど、渡辺さんとかね、宣教になった人はみんなね泣くんです。そこでグオーって、やっぱりそういう人たち宣教師の魂持ってるんですね。そしてね、もっとすごいのは、ところがね、それを見た役人たちはそういうクリスチャンの心は分からないから、あんな高名な偉い神父さんでもいよいよ明日死ぬと思うと怖くて泣いてらってね、全然理解しないでいるわけですよ。パウロ・ミキっていうね、武士出身のね、20世紀の人いた、武士出身の人が日本人ね、パウロ・ミキっていうのは、それがね、彼がまあ、ね、やっぱりね、武士だから誇り高いんですね。それを見てですね、ペトロ・パウロも行くわけですよ、神父様ってね。私はあなたの涙の意味がよくわかるけど、役人たちはね、死ぬのは怖くて泣いてると思ってますってね、どうか泣かないでくださいって言ったらね、神父はですね、その役人たちをつまずかせないために涙を止めるんです。日本の民を持ってボロボロ泣いていた涙を、その役人たちが誤解しているということを知ったときに、その役人たちをつまずかせないために涙を止める。で、泣いてるのも感動するけど、その涙を止めたってのはすごいですよね。つまりまだ救われてない、いや、ね、自分を殺そうとして役人たちのことも思って涙を止めるんですよね。私すごいんですね。それはペロバプチさんで、その話をしたときに前田さんは宣教師っていうことをはっきり心に与えられたんですね。で、それをその西長野が言って、ね、ここで神様の分で宣教してはいたんですよねって興奮しながら話したんですって、堺牧師に。それを聞いたら堺牧師も興奮したそうです、ね、で、何を言いたかったら、飯を持ってたんですよ、宣教師として。だからカンボジアに行って2ヶ月経ったとき、何度も彼女が話しますけど、原点なんですよね。本当に戦争が起こって、ね、目の前を戦車が走って、映画じゃなくてね、火が吹いて一番近くのガソリンスタンドが炎上して、街から人がバーッといなくなって、日本大使館から電話かかってきて、飛行機用意したから乗ってくださいって2回あってね、2回目の時にははっきり、この飛行機に乗らなかったらもう責任は持てませんって、ね、言われて、それでも彼女はこの中に、私は何のために来たんだろうって、子供たちを受け取るためだって、この戦争でまた孤児が増えるって、その子たちが来た時誰が受け取るんだろう、このために来たんだあの頃って決心したのは、やっぱりその飯があったからなんですよ。でも肉は怖いんですよ。それから半年間ぐらいね、ドアをバーンって閉めるとね、まあ、当時立つが悪かったみたいですごい音がするんですって。その瞬間、その銃撃戦の時の音がここに残っててね、バーンと出した瞬間パチッとこう体が震えて目が覚めるんですよ、夜中でも。で、雨が、向こうの雨ってすごいんですよ、ものすごい雨が降るんですね。その雨が降るとものすごい音がする。そしたらその雨が降るとその銃撃戦の音が蘇ってきて体がピクンってするんですって。だから肉は反応するけども、もっと深いところに平安と宣教師っていう言葉に対する使命があったんです。で、その後子供たちが来たでしょ。で、今回一番子供たちの話で感動した話はね、地方で話されたんですけど、長崎でも言ったかな、地方で話されたんですが、メーンという男の子がね、作文を書いたときに、僕を選んでくれてありがとうって、この個人に僕を選んでくれてありがとうって、ね、その子は両親がいなくなって親戚に預けられて、朝から晩までの作業をさせられて、それで学校には全く行けなかったんですね。頭のとっても良くなんです、今は。本当に勉強したかったんでしょうね。
ね、ここの個人に来る前は朝から晩まで仕事をさせられて、それなのにご飯も食べれるかどうかわからなかった。でも今は毎日ご飯は必ず食べれるって、おかわりもできるって、ね、まあご飯だけですけどねおかわりもできるってね。そして屋根の下で眠れるって書いてあるんです。屋根のあるところで眠れるって、そして毎日学校に行って勉強ができるって、本当に僕を選んでくれてありがとう、この個人に僕を選んでくれてありがとうって彼は書いた。それをその作文をこう読みながら前田さんボロボロ泣いちゃったんですよね。嬉しかったんでしょうね。でも彼女が神様に選ばれてその使命に来た時に、本当に自分を神様が選んでくださった、この個人に神様は僕を選んでくださったと思ってる子が起こされたわけですね。で皆さんね、神様があなたを選んでくださって使命があるんです。その使命はね、人と比べる人なんかないんです。ある方は今仕事をする使命がある、そこに置かれている。ある方は学校に行っている。ある方は家庭を見ている。ある方は教会で奉仕をする。人と比べてどっちが偉いか関係ない。神様が本当に導いている使命がある。それを本当に神がここに私を、ね、使命って大げさだったらね、なんか目的を持っておいてくれている。ここで神様が何かさせようとしている。神様ですよ、自分が頑張るというのは神様です。そう思っているかどうかです。で、あなたの存在が祝福になるんですよ。だって前田さんはカンボジアにとって祝福になったでしょ。子供にとって祝福になったですね。同じようにあなたの存在はいいですか、聖霊がうちに住んでおられるから、神の使命に来たら間違いなく祝福になるんです。そう思ってますか。クリスチャンでね、日本のクリスチャンはね、結構これ弱いんですよ。自分は祝福の源だって告白してもいいですけどね、私は祝福の源です、私がいることは職場にとって祝福です、私がいることは家族にとってもう祝福です。特にノンクリスチャンばかりの家族の場合は特にそうです。私がいることはこの親族にとっても祝福ですって思ってますか。結構クリスチャンでも逆に思ってる人ね、私がいるからみんな偶像礼拝できなくなって揉めちゃって混乱のもとになってます、私がいるから日常出勤しないので職場でいろいろガチャガチャして大変なことになっています、私がいなければいい方がいいんじゃないですかって思ってる人は時々いるんですね。まさかいないよね。そう思ってる人がいたらさ、 100% 惑わしです。聖霊がおられて神があなたをそこに置いたなら、そこは確認してください。そうじゃないなら祈ってね、神が置かれてる場所に行きましょうね。でも神がだって、前田さん最初フィリピンと思ったんだから、そしたらカンボジアだったんだからね。だからね、フィリピンはフィリピンで使命を持った人は行きますのでね、我々フィリピン何時間も行ってますからね。でも本当に神様の使命のところにいるならば、間違いなく祝福になるんですよ。間違いなく その使命に生きているかどうかなんですよね。それでもしたらその使命を受け取ってるか。だって最初カンボジアの時、前田さん怖かったわけでしょ。本当怖かった。ポルポトのことがあったから、まあ、今の人は分からないけど、昔75年から79年までのポルポトの虐殺は半端じゃないからね。300万人以上死んでまして、その世代がごそっといないんですもんね。カンボジアがなかなか発展しなかった理由は、その眼鏡かけてるだけで殺された。英語なんか話したらみんな殺された。だからいわゆるそのある年齢の階層がごそっと死んで、しかも知識階層みんな死んだから、こう外国から行ってお仕事してもみんなダメなんで、その階層いないから、それでカンボジアの発展が遅れた。近代において同国民同士で殺し合った唯一の民族です、ね、日本だって戦国時代があったけど、それは近代じゃないですよ、ね、近代においてね、同国民同士で殺し合った唯一の民族ですよね。あ、これはちょっとね、そういうことが起こったんですね。でそこで怖かった。ところがはっきり神様から示されて、そこに来た時にね、祝福されたんですね。本人も祝福されたし、周りも。で皆さんね、神様の使命を受け取ってますか。よくわからないなって人はね、聞きましょう、真剣に、ね、教えられるから。それともう一つは、今置かれているところでまずそれを受け止めてください。そしてさらに聞いてください、真剣に、ね、でこれが二つ目なんですね。使命が必ずある。神が選ばれたのには、その神が選んだことによるあなたに生きてほしいと思っている、まあ、使命、飯、神様の用意している舞台がある。これ二つ目ね。で三つ目はね、ところがですね、神が選んでくださって、神がその使命とか役割を与えてくださってるんですけども、そこにね、立ち続けてそこで祝福を受け続ける人と、先週話したこと覚えてますか。約束が成就する直前にもう嫌ってなるって話しましたよね。もう投げ捨てたくなるってね。でせっかくそうなのに途中で投げ捨てたりやめてしまう人がクリスチャンでもいるんです。なんかサタンがいるから。サタンは本当に祝福を知ってるから、今年なんかはね、
リバイバルが成就してくるとしてしたから恐るべきはどこって、ね、今年はすごい祝福が始まってくるんですけど、その前にね、猛烈なね、このぶつかりがきます。でその時にね、その使命立てるかってことなんですよ。で3つ目にね、ちょっと最後にこう書いてある、ありがとう、ね、また、どこだ、またあなた方が私の何よって死に求めるものは何でも、ごめんなさい死があなた方にお与えになるためですと書いてあるんですね。でこれはここの意味は、本来のこの意味は、だから召されたあなた方が弟子たちが、ね、召された人たちが一つになって祈るなら何でも答えられますよって、その神の使命のためには何でも答えられますよっていうのは本来の意味なんです。ただ今日はそこからさらにちょっと発展して、私たちがその選びと使命に立ち続けるためには祈りがないとね、できないんです。例えばペテロはね、言われたんですよ、イエス様に、あなたは私を知らないと三度言うよって、鶏が二度鳴く前に三度言うよってね。でペテロ言った、絶対に三度出しませんってね、他のやつらは知らない、ヨハネはね、なんかね、愛されすぎてわからない、ね、他のやつは知らない、でも僕は絶対裏切らないってこう言ったんですけど、見事に裏切っちゃったでしょ。あの時のペテロの気持ちは本当にイエス様を愛して従いたいと思ったけどできなかったじゃないですか。我々はどんなに強い意志があって、どんなに、まあ、ちょっと日本的な根性があったとしても、神の選びとか召しを全うすることはできないんです。肉には自分は弱いな、できないなと思って落ち込む必要はない、それが人間なんです。じゃあどうすればいいのかって言うとね、祈りなんですよ。祈ってる人が神の使命と召しを全うする。祈るとき神の力を受け入れるんですよね。これもまたね、今日はちょっとなんか日本教会史でちょうど今ね、教えてるのは浦上四番崩れのところなんですけども、高木専門というのがね、まあ、首脳陣の人よく知ってますけども、浦上四番崩れっていうのは、明治の時、まあ、明治の、まあ、江戸幕府の末期から明治にかけてなんですけど、捕まって、村ごと全部流されてね、6年間ぐらいものすごい厳しい迫害を受けるんです。名古屋から西の諸藩に流されて、でそれを諸外国が見ていて、もう猛烈にそれに対して抗議をして、で最終的にはキリストが自由になるんですけど、その一番最初に、ね、捕まったのは68人指導者が捕まるんです。浦上のキリシタンたちはね、まあ、いろんな戦いきさつがあって端折ります、まあ、捕まるんですね。でその人たちは牢屋に入れられる。で次にまた捕まってきて、全部で83人になるんです。それでね、どういうね拷問を受けるかというとね、ドドイっていうんですね。ドドイっていう拷問、エビ型にこうね、こうやられるんですね。すみません、体が硬くてエビ型にならない両足両手こう後ろでくくりつけてエビみたいにこうね、で首もこう潰されてね、こうね、で針っていうのは柱ね、柱にね太い縄でくくられてね、こう吊るされる、ね、そしてこう回すんで、駒みたいにこうやって、で回すと、なんで、紐じゃなくて綱だから、こう回すとね、回転がついて元に戻るでしょ、遠心力でこうぐわーって回すんですね。で日本のね迫害とか拷問というのはね、悪魔がいるとしか思えないわけで、ちょっとひどいんですよね。ちょっとご飯の前に嫌でしょうけど、ちょっとね、歴史の事実です。本当にあった話だから、回す。ほいで回してパッと離すと、戻る、バーッと回るでしょ。ね、回るでしょ。で回ってる時に下にね、3、4人立ってね、1人は木の太い棒、ね、で1人はムチ、そういうのを持ちながらみんなでバンバン叩くんです。回転してる人たち片っ端からすごいでしょ。それで当然気絶するわけですよね。それで落として、それでね、意識取れません、ね、水をぶっかけるバーって、それで紐だからね、ギュッて体にこう、わかりますかね、紐って食い込む、絶対殺さないんです。一番最初26世紀の頃は殉教したんですね。でそしたら英雄になるんですよ。で天国に行くし、クリスチャンたち怖くないから、本当に天国行くから、でみんな英雄になるの。あんな風に死にたいって、みんな死ぬ時代だったから、クリスチャン喜んで死ぬから。それで分かって、政府側はね、どうしたかというとね、殺さないんです。絶対殺さない。死ぬ一歩手前でこう苦しい目にとにかく合わせて転ばせることを目的にする。だから苦しい目に合わせて、ひどい目に合わせて転ばせることを目的にする。殺さない。だからすごい日本のね、迫害とか殉教の弾圧の歴史はね、いやもうちょっとひどいです。世界でおそらくローマと共に並んで最悪でしょうね。でそれでこうやってこう水ぶっかけて意識を取り戻させる。でそれを見せながら次の人たちに、ね、5、6人並べてね、見せてるんです。そして言うんですよ、いいか、今転べばこんな目に遭わなくて済むんだぞって、ね、お前が転べばお前の家族も助けてやるぞって、でもお前も家族もみんなこれからこんな目に遭うんだぞって、ずっと会うんだぞって、
死ぬまでされるんだぞってこういうわけですね。それでね、一番決め手だったのはね、ずっと続くと思ったんですね。彼らはずっとこんなことを毎日されたらね、もう最後まで耐え忍べないと思ったんですね。それで一人がね、あの村ごとみんな信仰守ってたから、みんなでね結束して、一人が転んだったんですね。一人がもうダメだと思って転って、そしたらそれを見て他の人たちはね、えって、今まで結束したのえってことで転がって転んだん。そしたら今こう苦しみに忍耐して耐え忍んだ人がね、意識を取り戻した時にね、え、転んじゃったのかと思って転んじゃったん。ほいで83人中82人がダダダダダダって転んだんです。82人が。でこれね、平和な時代に来てる私たちがね、信仰失うなんて言っちゃダメですよ。そんな甘いもんじゃないからね。ところが一人だけ転ばなかったの。それが高木専門なんですよ。でその人のお墓がある同じ敷地内に主の十字架の墓が与えられてる。これメッセージだと思ってます。高木専門っていうのは無学な人だったんです。無学っていうのはバカではありません、間違いない。弟子たちも無学でした。正式な学も受けてないってわけの話です、ね、だって正式な学も受けてないだけで頭の人いっぱいいますから ね無学な人だったの。だからあの時代だから字が読めなかったり書けなかったりすることは普通にあるわけですよ、いくらでもね。無学な人だったの。でそんなに強そうじゃなかったの。指導者の一人だったけど強そうじゃなかったの。で本人も周りもそう思ってたの。だからもう間もなく捕まるって分かったんですね。その信徒発見の後しばらく期間があったから、それでもう政府がね、こう間もなく捕まえに来るって分かってたんです、みんな。その時に彼は何をしたかと、毎週金曜日自分は間違いなく転ぶって、とても自分は耐えれない、そんな強くないと思ってたので断食して毎週金曜日だけ祈ってたんです。神様どうか助けてください、自分は本当に転んでしまうから転ばないで助けてくださいって毎週金曜日断食して、彼は真剣だった。まあ、他の人も祈った人いるでしょうけど、彼ほど真剣に断食までして毎週祈った人はいなかったんでしょうね。彼だけ祈ってたんです。彼より強そうな人もいたし、彼より意志の強い人もいたでしょう。でも彼は祈ってたんです、毎週。そしたらどうなったの？彼一人で転ばなかったの。この話実は後があるんですよ。釈放されたでしょ、転んだ人で戻ってくるでしょ。で家に入れてもらえないんですよ。まあ、悪霊ですけどね、悪霊って天狗って言うんです。当時はね、転んだってことは天狗がついたんだってね。天狗がついた人を家にいたらこっちまで天狗にやられるから、家には入れれないってね、家には家とか言ってですね。そしてですね、ね、あなたが家に入るなら私が出ていくとか言ってね、家に入れない。でみんなそれでね、キリストを裏切ってしまったという大正観と、家に入れてもらえないって苦しみでね、山の中を3日間ぐらい放浪してる、泣きながら。そしたらね、高木専務が捕まった時、実はエドバックが倒れた時なんで、ちょうど明治の維新の時だったんで、そんなこと彼らは知らない、ここの人たちは。でもちょうどその時期で3日で釈放されちゃうんですよ。でもし3日経ったら、3日我慢すれば釈放されるんだよって知ってたら、結構たくさんの人は我慢したんじゃないかと思うんですね。言ってることはないですが、でも分からなかったんです。高木専務だってね、もう永遠に続くと思ったけど、でも選んだ。そしたら3日で済んだんです。で3日で釈放された。高木専務が戻ってきたらですね、もう凱旋将軍みたいにみんな迎えられてね。これで他の人たちがそれを見てね、あいつが忍耐できたのに俺ができなかったって恥ずかしいって言って、会心戻しってもう一遍ね、大感謝にね、やっぱり信仰を取り戻しますって言ってたんですね。それで浦上御幕が始まるんです。で何を言いたかったら、大げさに言ったら、高木専務があの時転ばなかったので日本のキリストが自由になったと言っても過言じゃない、大げさに言えば。なぜ彼だけ転ばなかったか、祈ってたんですよ。祈ってる人はね、自分の使命や召しを全うできるんです。これはね、肉の力ではできないんです、この祈りが鍵なんですよね。ところで皆さんですね、自分がね、神様確かにこの場所にいたんだと思うんだけど、もうやれないって思う人いるでしょ。やれないと思った人ね、ダメだなんて思わないで、そんなもんです。あなたも私も一緒。でもそこでポイントがある。そこで、ああもうやれないと思って投げ出すか、神にそこで真剣にすがるか、神様自分には力がありません、神様力をください、助けてください、もう自分はどうしようもありませんって神に本当にすがるときに、神から力が来る。さっき言いました、前田さんがものすごい暗い声になったときは何回かあって、一回は内戦のときだったんですけど、もう一つはですね、HIV の疑いがあったとき、子供も全員検査になったんですね。これは国のあれでね。で子供一人と前田さんが疑いがかかったんです。もう HIV の方がいるんですけど、4人いるんですけど、それとは別にね。で再検査になったんです。でその時電話がかかってきてですね、今度再検査です、もう今まで一番暗い声でした、ね、お祈りくださいってね。でとか言ってね、大丈夫だよって、もしそうだったらどうするとか言ったらね、いや
それでも残りますって言ってましたよね。でみんなで祈ったんですよね。だから結果的には全くそうじゃなかったんですね。だから安心してください、全くそうじゃないんです。でもあの時もね、やっぱり祈りですよね。相当祈ったと思います、神様ってね。そしてその結果そうじゃなかったけども、そうであったとしても残ろうと決めたわけですね。で祈りがあるかないかでね、いや使命の飯を全うかどうか決まるんです。根性があるかないかじゃありません。能力があること、意志が強いことも素晴らしい。でもそんなので全うできるほど甘くない。でも祈りがある人はどんなに湧くても神の力が来ると勝利していくんです。これで今年はね、恐るべき技を見る年なのですよ。これはね、ちょっとね、成就が始まります。成就の前にきっとね、サタン知ってるからね、このまま行ったら成就すると思うとね、必死になって引きずり押しに行きますよ。やめろやめろ、もうやめろやめろって、前もって言っておくから、来たら思ってください、成就が近いぞって。で頑張ろうじゃなくて祈ってください、神様に。で一人で祈れないことが多いと思うんです。一人で祈れる人は感謝してくださいね。でも切ることは難しいと思います。だから教会なんです。でも一人で祈ることはとっても大事なんですよ。でも一人で祈りつつ、身体で共に祈ることによって、一人で祈る祈りが強まるんですね。で今鳥なし祷告を始めましたけど、本当にね、始めたらすごいですよね。オンラインしてるから名前言えませんけどね、今日一人の兄弟が来ていますけど、祈ってましたね。そしたら今日礼拝に来てますよね。皆さんどうも、私はすごい感動しながら今日説教してるんですよね。祈ってた。最近そういうの多いんですよ。こう祈ってる答えを見ながら、ね、あっちこっちで見る。ではっきりね、祈るとね、力が来るし、祈ると神様がその超えさせてくれるんですね。どうぞ皆さん、神があなたを選ばれたんだってね。だから自分が選んでなくて、神様が選ん、もちろん自分も選んだけど、神が選んでくださったんだ、神が責任を持ってやってくださると。でどんな弱くても、どんな欠けだらけでも、どんな失敗をしても、その選びは変わらないんだっていうこと。そして二つ目は、その選んだ神様があなたに使命を与えてくださって、これ重荷になりません。戦いがないと言いますよ。戦いはあるけど、その使命はあなたにとって喜びになります。うんと柔らかくて生きがいになります。前田さんはカンボジアってた時に怖かったわけでしょ。最初忘れようと決めて忘れたわけでしょ。でベンジャミンさんが来て何度もやるから思い出しちゃったけど、最初は怖くは言ったけど、行ってみたら本当に生き生きしてますよね。長崎の時よりカンボジアの時の方が明るいですよね。使命だからですよ。でさ、どの人も一緒なんです。戦いはないと言いませんよ。戦いはあるけれども、使命に生きるとき人はね、最も輝くんです。でそしてもう3つ目はね、でもそれを全うする力が私にはないんです。祈るときにそれを全うできるんですね。これはどうぞ覚えてください。で一人では祈れないからね、共に戦って祈るんですよね。これが教会の恵みですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。どうぞ皆さんですね、自分もそれからあなたの愛する人も神が選ばれた人だってことを、で自分にも そのあなたが祈っているその人にも神は必ず使命を持っていることを覚えてください。そしてそれは祈りがあるときに全うされていくということをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは自分であなたを選んだと思いやすいですけども、もちろん決心あると決心したんです、恵みによって。でもあなたが私たち一人一人を名をもって選び、救い出してくださり、また今この地に置いてくださっています。もちろんいろんなところに使わせていく方々がたくさんいらっしゃるでしょうが、でも今はっきり名を持ってここに置いてくださり、そしてあなたは一人一人に今使命を与え、究極的な人生の使命も与えていらっしゃいます。どうか神様はその使命に生き、そしてそれを全うしていくために祈る力を与えてください。お一人お一人が本当に身からの教会で共に祈りながら神の使命に生きて、神の召しを全うすることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。私は言われました、何をしてほしいのですかって。今具体的に素直にあなたの願いと求めを、自分のことでも家族友人のことでも結構です、どんなことでも結構なので、主に向かって祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって祈ります。お一人お一人のこの心の叫び、願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、職場や学校やいろんな場所で今許されていることに対する勝利を与えてくださり、
祝福を与えてください。健康を与え、境内を祝福し、人間関係を回復し、神様の祝福と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。すごい痛みがある腰、あるいは背中、指、痛みがあるところに塩を触れてください。その痛みの根本を癒して、一時的な癒しじゃなくて完全に根本から取り除いてください。痛みはそこから消えてなくなる。あらぶ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 ら。なんか神様が向き合わせようとしていることがあります。過去のことなんですけど、過去に行くっていうよりも今歩んでいる中でなんかこう向き合わせようとしているって、あなたはそれを考えないように、あるいはもう関係ないように生きようとしているんですけど、どうしてもなんかそれと直面するっていうか向き合わなきゃいけないことがある。その向き合わなきゃいけない人、あるいはある人はこと、それと逃げないで向き合いなさい。神様はそのことを通してあなたを癒し、そのことを通してあなたに次のもっと大きな祝福を与えようとしておられます。そこから逃げてはいけません。神はそのことに対する解決と勝利を用意しておられます。しっかり向き合って神のもとに行きなさい。そのことに対する勝利と解決が与えられるとしておられます。境内のことをすごく、ね、求めていらっしゃるんですけれども、でこの祈りは聞かれています。安心しなさい。でもなかなか答えが来ないと思っているんですけども、なんか中心軸をしっかりさせなさい。神の国とその義とをまず第一にしなさい。この言葉をもう一度あなたに与えよう。神の国と神の義をまず第一にしなさい。ここをあなたが確かなものにするときに、この境内というのはこのなんか根本から回り始めます。一生懸命こうなんかこう自転車操業じゃないけど、上っ面を一生懸命回してなんとか切り抜けてるんですけど、根本から神様が切り替えようとしています。神の国と神の国を第一にするとき、一時的になんかこうマイナスというかこうそうなるように思うんですが、なりません。神が根本から変えていかれます。神の国と神の国を第一にしなさい。その時この境内における根本的な回復と祝福が始まると知られます。ある方は目上の方に関して自分でこう何個決めていくので、目上の方のことを言うことを聞こうとしません。もちろん何でも聞く必要はないんですけど、なんか神様が置かれた方がいて、その方に関してはへりくだって聞きなさい。すごく大きな助けとサジェスチョンが与えられる人がいると知られます。イエス様ありがとうございます。お一人一人に主が与えてくださったことありがとうございます。新しい出発をするように導かれてございますが、主に祈りなさい。この新しい出発をするにあたって処分しなきゃいけないもの、処理しなきゃいけないことがあってどうしようと思ってるんですけど、神様がそのことに見事なぐらいな処分と処理の解決を与えられます。あなたはその時主に栄光を返しなさいとおっしゃられます。イエス様ありがとうございます。感謝をいたします。あなたが豊かに導かせたことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。